まして、ブリザーです。出身はブラジルです。うん、今日本には2年、3年ぐらい。だから私の日本語、まあまあ。うまい。YouTube やってるんでしょ。そうなんていうチャンネル名。私の YouTube チャンネルはプリーザ。プリーザ。はい。じゃあ概要欄に貼っとくんで。お願いします。よろしくお願いします。僕、パウロと申します。23歳で、僕は写真家やってます。あ、写真家なんだ。はい、で日本には3年間ぐらい。年間。ブラジル人だよね。はい。はい、両方ブラジル人。はい、プリッツァはベジタリアンなんだよね。そう、ベジタリアン。難しい。でもここの店はすごい豆腐の人気のある店だから、うん、結構食べれるものはあると思うから楽しんで。乾杯。ポルトガル語での乾杯してました。サウージ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 。嬉しい。なんで。日本食は好き？でもあんまり食べれるものないよね。どう？ベジタリアンで。アボカドの寿司や、ナスの寿司、コーンの寿司、野菜のラーメン。ああ、野菜のラーメンあるね。うどんも。うん。僕はラーメンかな。ラーメン。ラーメンが一番。枝豆ってさ、ブラジルで食べる？食べる。食べるか。なんか豆料理ってさ、南米いろんな豆料理ある、ね。主食みたいなもんだよね。シュラスコ食べたことある。あ、ほんと？美味しいですか？めちゃめちゃうまい。日本人すごく好き。納豆好き。納豆好き。私も納豆好きなの？そう。マジで？珍しい。珍しいよね。ある無理でも私は一番。これはポルトガル語で同じ名前。枝豆なんだ。そう、かぼちゃも、かぼちゃ。え、そうなの？そう。面白いね。どっちが最初なんだろうね、わかんない。日本語から取ってると思う。日本人が多い、ブラジルで。あ、そうだよ、日系が多いよね。エクプラント中に入ってる。あ、美味しそう。これ豆腐チーズ。豆腐チーズ。これアボカド豆腐。以上で。はい、はい。これは梅。梅。美味しい。うん。美味しい。パウロトマトみたいな。メガネがかっこいいね。あ、マジですか。似合うからすごい。ハリポッターみたい。ハリポッター。言われます。言われるね。僕サラダも美味しい。サラダ前確かに。厚揚げもね、あったかいうちに。カリカリ。ニラだね、ニラ。そう。おいしい。チーズトーク。チーズの味する？すごい、めっちゃします。チーズ、めっちゃチーズ。クリームチーズみたい。クリームチーズみたいだね、確かに。美味しい。緑はその野菜、ベジタブルのペーストと、あと味噌ってわかる？味噌をミックスしたやつ。美味しい。甘くない。うん、美味しい。
パウロ、じゃあ日本酒行こうよ。日本酒飲める？あんまり飲んだことないの。え、そうなの？本当？私も飲んだことないよ。マジで？日本に3年もいるのに。そう。確かに。あのブラジルでさ、カイペリーニャだっけ？ありますあります。それよりも濃くないと思うから。プラスタイム。大丈夫、あの飲めなかったら俺は飲むから大丈夫。好きですか？俺はもうすごい好き。何がおすすめですか？多分最初はちょっと甘口が飲みやすいと思うから、このダッサイっていう山口県のお酒、これ頼んでる。スタッチを持ってきましたか？これは松茸マッシュルーム。美味しそう。とこれすだち、すだちっていうライムみたいな感じ。何これ？これレンコンですか？Ele vai comprar o canal dele, por isso não vou filmar eu provando. Oishii! これうまい。これめちゃくちゃ。おいしいよね。うまい。これは天つゆって言うんだけど、これはね、ちょっとフィッシュブロスが入ってるから、多分パウロ。ロータス、レンコン。あ、ロータス。初めて。おいしい。これナス。シュラスコみたいね。シュラスコ。あとハンバーグ。あ、ここに違う。おかまり。で、プラチンテクダム。味噌。フラ。え、コロカナナメダ。カマンベールはチコジャムって言いましたか？はい。酒？酒。あー。酒。乾杯。乾杯。美味しい。大丈夫ですよ。美味しいです。美味しい。大丈夫。美味しい。よかった。チーズ。チーズではいちごジャム。これをつけるんだって。ハッツ。ハッツ。もうちょっと映像もらえます。美味しい。これエンドレスだからね。うん、すごいね。強い。パウロ。全然。これはアボカド。アボカド。お、ビッグパイです。うん。美味しい。うん。二人ともブラジルはどこの出身なの？サンパウロ。サンパウロ。サンパウロは首都、キャピタル。キャピタルはブラジリア。ブラジルの東京といえば、サンパウロ。サンパウロだけど、首都はブラジリア。あ、なるほど。なんか観光地とかおすすめの場所ある？おすすめ、パウリスタアベニュー。パウリスタアベニュー。美味しいのレストランいっぱいある。ああ、そう。うん、美術館とかも。じゃあもうメインストリートみたいな感じ。まあ、パーティーミラコエラ、ユユミコエみたいな。サンパウロのなんかセントラルパークみたいな。マジで。いいねそれ。ブラジル行ったことある？ない。ない？行きたいですか？行きたいけど反対だからさ。どのぐらい時間かかる？私も行きたい。32時間。マジか。3年間日本にいるけど。ブラジルには何回か帰ったの？帰ってない。帰ってない。帰ってない。そうなの？確かに遠いしね。ちょっとティケットも高いし。高い。本当に高い。乾杯。やべ。
サケアゲイン。オーマイガーじゃあ1で、はい、これはいい同じ。いやこれはね違う、うん、これはね、14代っていう結構有名な、まあ、さっきのもすごい、まあ、人気のある酒なんだけど、うん、これも山形のめちゃめちゃいいお酒です。乾杯。うちの方が強いね。あでも美味しい。美味しい。はい。これはキノコ？キノコとトマト。おお。わ。マイタケ？あ、知ってんだ。うん。一番美味しい。気に入った？美味しい。美味しいね。こんなのこれ。可愛い。柿の天ぷらですね。はい。柿ってフルーツ？フルーツの柿。フルーツ？え、知って？リンゴみたい。みんなわかんないか。超わかる。臭いやつ。イエローの。これこれこれ。これ臭かった。これ臭いんだよ。これね、この、はい、はい。ありがとう。ラストオーダーなんだけど、なんかティラミス食べるスイーツ。これ。あ、これ？おいしい。じゃあこれをバイタクレットトマト。ダモンみたいな。これ その木ですか。その木になってるなんつうの種で、それが秋になるとちょっと落ちてくるんだよね、うん、それを潰しちゃうと中からすごいスメアウス、まあ、バッとスメアウスなんだけどね。でもこれは美味しいと思う。ちょっとね苦い、少し苦いな。苦いだけど美味しい。臭くないね。臭くない。松戸菓子の醤油と塩のすだちの醤油だいぶちょっと甘みの強いものしか入れますね。うん、美味しい。美味しい。これは栄養もあるし、ブラジルアレも好きだよね。大好き。次回はブラジルレストラン。おお、いいね。フルーツです。フルーツ、フルーツ。そうですね。うん、これも美味しいよね。美味しい。スイーツ。ブラジルも天ぷらあります。あ、そうなの。バナナの天ぷら。名前とかある？いや、天ぷらって言うんですか。あ、天ぷら。あ、でもそれも天ぷらって言うんだ。結構あのビーチとかで食べますね、天ぷら。天ぷらやビーチにいっぱいある。ああ、天ぷら屋さんが。へぇ、そうそう。乾杯。乾杯、サウデー。サウデー。おいしい。あとなんか、おすすめな料理とかある？多分知らない。あと、コシニャ。コシニャ。コシニャ知ってる？知らない。ちょっと教えて。あー、はいはい、おいしそう。これ うん、何が入ってるの？あー、チキンと、バックサイドはポテト、うん、フライド、本当に美味しい。あと、パンステージョ。パンステージョ、パンステージョ、チーズパン。すごい、美味しい。チーズパン、パンステージョ。あ、パンね、はいはい、食べてください。これは本当に美味しい。これ確かにうまい。うまいね。うまいだけ一番美味しい。本当に好き。うん。ブラジルのおすすめのお菓子。うん。ドースジュリッチ。ミルクスイーツ。キャラメルみたいだけど。はいはいはい。スイーツ。あとブリガデイロ。お菓子好きなの？好き。日本のお菓子は美味しい。美味しい。大福が好き。大福なんだ。これはブリガデーロ皆さん。ああ、美味しそう。なんかこれチョコレート。チョコレート。
観光地。キリスト。キリスト？そう。あれは行ったことある？ない。すごいよね。あんなところにさ、すごい高い像があって。フランスからプレゼント。ああ、そう。フランス政府が作ってくれたの。そう。そうなんだ。知らなかった。私も知らなかった。でも、それはリオデジェネイロで。あれはリオなんだ。そう。サンパウロの隣に。リオデジェネイロ行ったことないの。行ったことないね。ちょっと怖いね。あ、ちょっとデンジャラス。うん。リオのカーニバル。本当に綺麗、うん。有名ですよ、うん。ダンスはしない、ダンスは。カーニバル。できない。サンバできない。サンバできない。日本の生活でなんかちょっと困ったこととか、ブラジルとの違いみたいなのってある？これ。あ。どうこれ？それは言う。日本で誰もしないからすごいなんか言う。パウロはなんかある？まあ今もう3年住んでるからさ、うん、もう慣れちゃってると思うけど、最初に来た時とかちょっとカルチャーショックみたいな。うん、日本はすごい静かな国っていうイメージです、うん、でブラジルもすごいうるさいみたいな。そう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 。でも日本の方がいい、自分的に。 そう、あんまりあのショックっていうイメージじゃないね。ブラジルの食べ物もっと塩しょっぱい。ガーリック、ガーリックね、強い強い。お菓子ももっと甘い？甘い。たまに食べたくなる。今ブラジルのお菓子食べたくなる。難しい。なんかもう日本にいると、うん、あの慣れるんですよね。あ、口が。でやっぱりブラジルのを食べるとこれ甘すぎる。甘すぎる。家は広いね。あ、家は広いんだ。サムネリデケイ。サムネリデケイ。自分には。本当にちっちゃい。なんかベランダとかに、焼肉、シュラスコやるとかそう、プールがある。そう、あと、日本にあんまりないですよね、うん、家にプールがある。ないないない。そう、ブラジルいっぱいあるね。いっぱいある。日本の面積はサンパウロとほぼ一緒、うん、え、そうなの？そう、うん、日本の全部？全部が全部サンパウロ州都じゃなくてもエリアみたいな、エリア全部で日本。あ、そうなんだ。入っちゃうんだ。ほぼ一緒ね。そう、二人ともお腹いっぱいも大丈夫？満腹か。大丈夫。大丈夫。大丈夫です。オーケー。美味しかった。ありがとう。すごい美味しかった。そう、ごちそうさまです。バイバイみんな。サブスクライブ、ライブ、コメント、コメント。